ハートの女王の法律第249条。フラミンゴの餌やり当番はピンク色の服を着用すること。今日は君が餌やり当番だったはずだよ。ピンク色の服はなぜ着ていないんだい？申し訳ありません、洗濯中で。リオ長、どうか首をはねるのだけは。君がルールを破るのはこれで二度目だ。もう看過できない。オフイズユアヘッド。5000文字の反省文と庭の草むしりを1週間だ。そしたら魔法を解いてあげよう。そんな。僕だってやりたくて首をはねてるわけじゃない。君たちがルールを破るからだろう。ルール違反を軽視することは君たちのためにならないんだ。わかったね。トレイ、ケイト、彼を外へ。はい、寮長。寮クローバー先輩。お前たちか。図書室で待ち伏せしていればマロンタルトのレシピ本を返しに来ると思ってました。俺たちやっぱ寮長のやり方に納得いかねえんだけど。だろうな。あんた実際、あいつのことどう思ってんの？小さい頃からずっとそうやって、あいつにペコペコしてきたわけ。誰から聞いた？チェーニャというやつからです。チェーニャ？そうか。あいつか。つうかよ、リドルよりお前の方が年上なんだろ。ビシッと怒ってやればいいんだぞ。もちろん必要があればそうするさ。でも俺にはあいつを叱ることなんかできない。なんで？リドルの全ては厳しいルールの下で作られたものだからだ。え？あいつの両親は地元じゃ知らない人がいないほど有名な魔法医術師でね。特に母親は優秀な人で、リドルにも優秀であることを求めた。だからリドルは起きてから寝るまで、学習プログラムが分刻みで決まっているような生活をしていたんだ。分刻み？食べるもの、着るもの、消耗品から友達まで全部決められてた。それでもリドルは両親の期待に応えるために黙って全部をこなし、10歳にしてあのユニーク魔法を完成させた。成績もミドルスクールからずっと学年首位を保持し続けてる。
それがどんなに大変なことか想像もつかない。リドルは厳しいルールで縛ることが相手のためになると思ってる。厳しいルールで縛られて恐れで支配してこそ成長できると信じてるんだ。かつて自分がそうだったように。そしてルールを破るのは絶対的に悪だと思ってる。だってルール違反を肯定すればルールによって作られた自分の全てを否定することになるってこと？お前たちがリドルを横暴に思うのはわかる。リドルのやり方が正しくないことも。だけど俺にはやっぱりあいつを叱ることなんてできない。なあ、寮長にそんな過去が。今の話を聞いてよーくわかった。リドル寮長があんななのはあんたのせいだわ。リドル寮長が親を選べなかったのはしょうがない。でもあんたは少なくとも寮長の親が寮長にやってたことは間違ってるって昔から思ってたんでしょ。それは今の寮長が親と同じ間違いしてるって思ってるならちゃんと言えよ。直してやれ。かわいそうなやつだからって同情して甘やかしてどうすんの。あいつがみんなに嫌われて孤立してくの見てるだけ。おい、エース。それとも何、あんたも首をはねられるのが怖くて黙ってるって。だっせーな。何が幼なじみだ。そんなんダチでもなんでもねえわ。こら君たち、図書室では静かに。あんたが一番声できんだぞ。おっと失礼。まったく、図書室は静かに勉学や読書に勤しむところですよ。わかればよろしい。ところで皆さん、お揃いで険しい顔をしてどうしたんです？そ